イオラニ宮殿は第一回復興運動中の1882年にカラカウアオにより再建された。ハワイ文化復興運動はアメリカ合衆国ハワイ州の伝統的な文化を振る、臭いものとして捨て去ったり、観光業にのみ利用することでなく、その意義を探って現代生活にも生かしていこうという動きである。ハワイルネッサンスとも呼ばれる。 これまで19世紀後半と20世紀後半に起こったハワイ復権運動の一環とも考えられる。第一回ハワイ文化復興運動は1860年代にハワイ王国のカメハメハ五世一聖家の民族主義的な考えと関係がある。彼は敵もかなりいて1820年代から始まったハワイのキリスト教系以来近代化の過程で禁止されていたフラを復活した。 彼は、キリスト教色が強かった国家 H.E. メレラフィハワイをハワイポノイに置き換えた。また、メレなどのチャント、サーフィンなどの伝統スポーツ、王族の伝統的儀式も復活させた。こうした伝統文化復活は、ハワイ庶民には人気があったが、政治的な勢力になってきた宣教師たちの子孫には不人気で、圧力も生じた。 ハワイ文化の第二回復興運動は1970年代に始まったと言える。これはハワイ音楽への関心に始まり、ハワイ語、ハワイピジン、フラ、ラウハラやカパなどのハワイ工芸品、ハワイ研究など広い分野に広がった。1964年に始まったフラの世界最大の祭り、メリーモナークフェスティバルもこの運動を後押しした。古代ハワイ人の公開術、 ウェイファインディングについては、公開カヌー、ホクレア号が建設されて、1976年以来、伝統的な公開術で対応を公開してきた。こうした運動は、今も続いていて、時には、ハワイ先住民のハワイ復権運動とも関係する。ありがとうございます。